トメヒカルですということで、皆さんもうご覧になりましたか？映画クレヨンしんちゃん最新作、新次元クレヨンしんちゃんザムービー超能力大決戦とべとべ手巻き寿司。長えなタイトル。もうちょっとギュッとできなかった？ということで、本日8月4日にですね、その最新作が公開されまして、で、僕も今日早速見てきたんですけど、これがもう号泣もんでさ、涙がどこどこ止まんないとんでもない映画だったんで、今日はこの新次元クレヨンしんちゃんザムービー超能力大決戦とべとべ手巻き寿司についていろいろ喋ってもいいですか？ありがとうございます。お願いします。ではまずどういうお話かというと、400年前かの有名な預言者ノストラダムスの隣に住んでいるヌスットラダムスっていう預言者がいてね、そのヌスットラダムスはこんな預言を残してたんです。20と23が並ぶ年、暗黒の光と小さな白い光が天から降ってくる。その暗黒の光は平和を生み出し、世界には混乱が訪れるであろう、なんて預言を残してたんですね。そして現代、20と23が並ぶ年、西暦2023年、何をしてもダメな男ヒリア・ミツルは大好きなアイドルグループの推しメンの結婚と引退というニュースによりめちゃくちゃショック受けるんですよ。そりゃそうだよね。でそんな失意の中、なんと自分に似た体型で自分と同じメガネかけて自分と同じ T シャツ着てる男が警察に追われてて、たまたま通りかかったパトロール中の警官に犯人と間違えられて追いかけられちゃうんですよ。そんなトラブル続きで逃げ惑う彼の元に空から黒い光がバーってやってきて、ヒリア君に命中して彼に暗黒の超能力を与えるんです。そしてもう一つの小さな白い光はあろうことか埼玉県春日部市の野原一家の長男野原しんのすけに命中して、このしんちゃんも超能力を手に入れることになるんです。お尻が熱いぞ言うて、物を浮かすことができるサイコキネシスとか、自分が念じた場所に移動できる瞬間移動テレポーテーションの力もゲットするんです。まあ2023年にもなってまだ5歳児っていうことが一番なんかの超能力与えられている気がするけど、邪悪な力を手に入れたヒリアは世界への復讐のため無作為に人々を攻撃するようになって、そしてしんちゃんはそのヒリアを止めるべく現れた国際エスパー調整委員会に力を貸して超能力を使ってヒリアとの戦いに挑むことになります。さあ果たしてしんちゃんたち、そして世界の運命やいかにみたいなお話ということで、今日はそんな新次元クレヨンしんちゃんザムービー超能力大決戦とべとべ手巻き寿司について、前半はネタバレなしの見どころ、そして後半はネタバレありでいろいろ喋っていこうかなと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では行きましょう。まずシンプルに面白いです。めっちゃ面白かったね。いやもうさすがにもうしんちゃん映画は外れがないというか、頭からつま先までずーっと安定して面白かったね。初日の朝一の回に見に行ったんですけど、結構親子たちがたくさんいて、しんちゃんたちがボケるたびにドッカンドッカン笑って、で笑うたびに後ろに座ってた子供が僕の背中蹴ってきて、ねえ、まあしゃあないだからストーリーとかの面白さとかみんなが楽しめる面白さっていうのは保証されてるんで、ここはマジで安心してください。で一番気になるのが 3DCG ですよね。僕もめちゃくちゃ気になってた。しんちゃん 3DCG にして大丈夫？しんちゃんと 3DCG 合うのかと、僕も大丈夫かなって思ってたんですけど、めっちゃ合う。めちゃくちゃ合うじゃん。え？白飯といくらぐらい合ってたんだけど、キャラクターの動きだったり表情とかは全然違和感ないし、何より 3DCG になったしんちゃんたちめちゃくちゃ可愛いんすよ。まあもちろんね、しんちゃんとか春日部防衛隊のメンバーとかひまわりとかもともと可愛いですけど、もっと可愛くなってるし、なんていうかな、全体的にトフミ感というか肌触りのいいフィギュアみたいな質感してて、見ててめちゃくちゃ可愛かったね。しんちゃんたちのほっぺためちゃくちゃプニプニでプルンプルンなのよ。マサオくんとかボーちゃん見てみ、めっちゃ可愛いから。でもう一つ 3DCG になったことによってさらに良くなってたのがアクション描写ね。特に公開前から話題になってたカンタムロボがめちゃくちゃ戦うんですけど、カンタムロボのアクションめちゃくちゃ良かったね。なんかこのクレヨンしんちゃんらしさというか、無駄な動きを無駄なくやるみたいな、全然スタイリッシュじゃないし別にやらなくてもいい動きなんだけど、そのやらなくてもいい動きをめちゃくちゃ洗練して、そのやらなくてもいいことも含めて一つのアクションとして見せてて、でこのカンタムロボとヒリア君もとあることがあって大きくなるんですけど、ヒリア君との戦いとかもめちゃくちゃ良かったし、なんならこの大きくなったヒリア君のビジュアルもめちゃくちゃ良くて、この二つのでっかいもの同士の戦い、ロボット同士の戦いめちゃくちゃ熱くてめちゃくちゃかっこよくてめちゃくちゃ見応えあるんで、そこマジで注目して見てみてください。で今回の映画でさ、一番良かったのが今回ヴィランになってしまったヒリア・ミツル君というキャラクターね。彼のキャラクター造形がめちゃくちゃ良くてさ、なんか僕自分の未来を見てるかのよう
ていう。めちゃくちゃ共感しちゃったし、めちゃくちゃ泣いちゃったよね。見た目もそっくりだしね。キリア君っていうのがね、すごいかわいそうなというか、いわば社会から見放された側、輝けない側の人間で、ね、今まで支えてきた、応援してきた推しメンが、突如結婚して、そして引退しちゃって、と、今までの俺の努力は何だったんで、今まで俺が応援していたことは、俺の推しメンは何も思ってなかったわけみたいな。そんなことを思っちゃうぐらい、周りが見えない追い詰められてる人間なんですよね。自分は幸せな人生を送れてないのに、世間の奴らはみんな幸せそうにしてて、そんでもって自分が今まで支えてきた、自分が今まで応援してきた人までも、自分が嫌悪してきた幸せ側に行こうとしている。そこのショックもあるし、自分もなんとか幸せ者になろうとして、みんなの真似して頑張るんだけど、結局幸せ者、自分から見たらかなり上のポジションにいる人たちには虐げられてしまう。で、まあ中には普通に手助けしようと、手を差し伸べてくれる人もいるんだけど、その差し伸べられた救いの手でさえ自分を下に見ていると、お前は幸せだから俺を救う余裕があるんだよなって、かえって相手のことを敵対視して、かえって相手のことを下に見てしまう。そんなね、まあ、言ってしまったらどうしようもないやつなんですよ。どうしようもないくらいねじくれてひん曲がった人間なんですよ。ひん曲がってひん曲がって、ヒリア君は30歳になっちゃったんです。だからこのヒリア満というキャラクターを見た時に、最初はね、うわなんだよこいつって、結局お前が悪いんじゃねと、お前の逆ギレじゃんそれみたいな、そうやって思うんだけど、ヒリア君にはヒリア君で結構しんどい過去というか悲しい過去があるんですよね。でその過去を受けてめちゃくちゃ挫折してきて、自分でもこの状況を変えなきゃいけないって分かってはいるんだけど、何もできないというか、何から始めればいいのか分からない。そんで頑張ろうとしても周りの奴らは自分のことを下に見ているっていう、自分の力のなさと周りの人間たちへのいわばジェラシーですよね、嫉妬の感情、それがどん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 膨れ上がったところに邪悪な超能力を授かったら、それは復讐しますよね。で僕もそんなヒリア君見ててめちゃくちゃ共感しちゃって、もうすでにヒリア君が周りの人たちから受け入れられてない感じを見て、冒頭の時点でもうちょっと累戦やばいんですよ。ヒリア、ヒリア。でもね、絶対彼が救われることはないんだろうなっていう決定的な理由が一つあって、それが名前よね。ヒリアミツルってヒリア獣じゃん、なんで黒い名前つけてんだよって何の取り柄もない周りにも恵まれない人生を送ってきてるから、まあヒリア獣をもじってヒリアミツルでいいんじゃないですか。そんな邪悪なグロテスクな会議行われてたって思うとさ、もうヒリアを助けてやってくれよ、ヒリアを救ってくれよってちょっと僕はもうヒリアミツルという人間にめちゃくちゃ同情して、めちゃくちゃ共感して、一人悲しくなってたね。でそんなヒリアミツルがしんちゃんと出会うことによって、しんちゃんと戦うことによってどう変わっていくのか、この展開がですね、クレヨンしんちゃんでやることじゃねえだろって思う反面、これはクレヨンしんちゃんじゃないとできないわっていう強引さもあったりして、なかなか面白い結末を迎えるんで、よかったら皆さんもヒリアミツルという人間のかわいそうさ、ヒリアミツルという人間がどれだけ報われない人生を送ってきたかっていう、彼に注目しながら見てみるとより一層楽しめると思うんで、よかったら見てみて。はい、ここからはちょっとネタバレありで喋っていきますけれども、えぐくない？この映画、これえぐくない？これしんちゃんでやる内容じゃなくない？これしんちゃんでやっちゃっていいの逆に。で最初はさ、推しメンが結婚して最悪だよって、周りの奴らは俺のこと笑ってるよ、もうこんな僕に未来なんてねえよ、復讐してやるっていう逆ギレ的な展開になっていくのかなって思ってるのさ、その裏には十分に親の愛を受けていない過去だったり、あとはその親の離婚だとか、あとは長年続くいじめとかね、そういうヒリア君を取り巻く環境こそがこの復讐の鬼ヒリアミツルという存在を作り上げてきた。野原一家のような幸せの家庭の裏で、その光、その幸せを際立たせるように静かに静かに育ってきた影の存在だったわけですよ。そして30歳になったヒリアは結果として推しメンにも裏切られたって思っちゃって、ああそうですか、僕が応援してた頃は僕とチェキ取ったりさ、僕が応援してる時とか僕にレス返してくれてたのに、ああそうですか、結局僕のこと見放して別の男と付き合うんだ、別の
男と結婚するんだ、別の幸せをもう君は手に入れてるんだね、はい人生終わりっていうところで、唯一と言っていいほど信頼していた、理解してくれていると思っていた支えもなくなってしまって絶望を感じるわけですよ。その絶望がどこから作り上げられたかっていうと、トリガーとなったのは推しメンの結婚だけど、やっぱりこれまでの暗い過去があって、彼を救う人間がいなかったことだとか、彼を救う社会じゃなかったっていうことも理由に挙げられるじゃないですか。だからいや、しんちゃんでやんなよってしんちゃんでやるには重すぎるぜってくらい未来への絶望を描いてるわけですよ。なんなんこの映画。でヒリアは思うわけですよ、僕らに未来なんてないのかと。ね、ヒリア君を取り巻く環境以外にも、この現実世界もそうですし、作中世界もかなり散々な世の中になってきてるんです。そういう混乱はもうこれからどんどん続いていくだろうと、どうしようもできないぐらい散々な世の中を見て、ヒリア君、そして社会に不信感がある、未来なんてないって思ってる若者たち、彼らを集めて国家を転覆しようと、令和を転覆しようと、ヌスットラダムス2世は考えるわけですよ。で、このヌスットラダムス2世の思惑もさ、共感できちゃうじゃん。今やもうこの悪役たちの方が共感できるじゃん。だからなんかね、大人帝国ではさ、しんちゃんが未来に進みたいと、オラは大人になりたいって言って終わるけど、その十何年後かに公開される新しい映画で、大人になんかなりたくないと、未来になんて進みたくないって思ってるっていう、逆大人帝国みたいなことが起きて、宿命みたいなものを感じるよね。こうね、やっぱどうしようもないというか、今答えを簡単に出せる世の中じゃないっていうのが顕著に出ちゃったのが最後の決着のつけ方ですよね。国家を転覆するとか、もっともっとより良い社会にしていこうみたいな、キリア君のような若い世代の人たちを助けていこう、救っていこうっていう原因療法的なオチじゃなくて、とりあえずキリア君だけは救ってあげようみたいな対症療法的なオチで終わったじゃない。そこがね、やっぱこう切なさというか限界も感じたし、まあそうなるよなって思ったんだけど、このねキリア君に対する救いの手、めちゃくちゃ泣いちゃった。ヒリア君がもう名実ともにモンスター化して、そのヒリア君に取り込まれたしんちゃんが過去のヒリア君の出来事を一緒に体験していくことで、ヒリア君をちょっとずつちょっとずつ救っていくと。でヒリア君としんちゃんは力を合わせていじめっ子たちに対抗するわけですよね。反抗すること、やられたらやり返すというか、反抗が果たして本当に正しい手なのかって言われるとそうではないじゃないですか。攻撃されたから攻撃するっていうのが本当に正しい手かどうかはわからないというか違うとは思うんですけど、でもそこに立ち向かう勇気、やられたことに対して立ち向かう勇気と、そして一緒に戦ってくれる仲間が一人でもいれば、人は変わることができるし、なんなら世界も救うことができちゃうかもしれない。誰かと一緒に頑張ることで、誰かと一緒に戦うことで、仲間と一緒に戦うことで、この嫌な時代、この嫌な世界、そしてこれから待ち受けているであろう未来を変えることもできちゃうんだぜと、っていうところでヒリアがどん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 救われていくというか、ああもっと頑張らなきゃなって思うところ、本当に頑張ることが、彼が頑張ることがあの世界で彼が救われることに直結するかって言ったら、まあギリしないかなとは思うんだけど、自分で気づかずに救いの手を差し伸べてるしんちゃんのスタンスにも、これこれこれクレヨンしんちゃんの映画めちゃくちゃ胸熱くなりましたし、そっからのサンボマスターですよ。結局サンボマスターで泣いてんだけど、僕今回の主題歌 Future is Yours だったかな。歌詞がね、いいですね。サンボマスターがこれまでめちゃくちゃ受けてきてたあろう評価、歌詞がめちゃくちゃいいですね。未来は君のためにあるのっていう歌ですよ。で曲の途中でね、君はいていいんだよみたいなフレーズがあって、そこを結構繰り返すところがあるんですよね。そこで僕もう涙止まんなくなっちゃって、いていいんですか、俺もいていいんですかでね、涙止まんなくてさ、涙止まんなかったね。いかがでしたか。ということで新次元クレヨンしんちゃんザムービー超能力大決戦とべとべ手巻き寿司の感想でございましたが、いかがでしたか。これからも頑張ろうなヒリア、俺も頑張るからさ。よかったら皆さんの感想も教えてください。これからも新旧問わずいろいろな作品のレビュー投稿していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。たまにカウンターの店員さんと目合ってきますか。この8月中はちょっと部屋が暑すぎるんで、こういうカラオケとか別の場所で撮った動画が投稿されると思いますけれども、よろしくお願いします。バイバーイ。